はい、こんにちは。エアソフト97店長です。本日はゴールデンウィークの中日の5月1日ですね。新製品が9種類届きまして、ちょっとまあゴールデンウィーク入る前に全て動画に収めてレポートしようと思いまして、急遽、少しですね、端折りながら、まあ、短くなるんですけど、まあ、細かく説明できるところはできるだけ説明したいと思います。またですね、調整中な、もう入ったばっかりでスタッフがみんな調整中なので、ちょっと発射音とかも入ってしまうんですけども、ご了承ください。でですね、調整してない銃もまだ多い状態なので、今回はですね、発射レポートの方はついておりませんので、後ほどですね、ゆっくり時間のあるときに発射レポートをつけたいと思います。はい、それではですね、JG から発売されました新製品ですね。おそらく今日、がついた時点では、まあ、日本ではうちが初めてになる製品ばっかりなんですけども、まず、最初ですね、この JG の、AK74 の KTR08、 こちらの方から説明したいと思います。ですね、まず KTR08 というのが何なのかというのなんですけども、アメリカのクレーブス社という有名な AK のカスタムメーカーですね、そちらの方で製作された AK をモチーフにして作られているものになります。ちょっとご覧の通りですね、かなり大きめのごつい、銃になっております。はい、それではですね、中身の方からまず、ご紹介したいと思います。まず箱の中身は本体と、あと多段マガジンですね、ワッフルタイプです。あとですね、このヌンチャクタイプのバッテリーが付属しております。はい、じゃあ、フロントの方から説明していきたいと思います。ですね、フロントの方ですね、まず、14mm の逆ネジのハイダーが付いております。でですね、このレールの部分なんですけど、これはクレブスタイプのレールでですね、まあ、これをカスタムパーツとしても入手するのはもう現在かなり難しい状態になっているようです。以前ちょっと韓国のメーカーでコンバージョンキットが販売されていたようなんですけども、今はほとんど流通されてないので、まあ、このパーツ目的でね、ご購入されるのもいいのかなと思います。はい、で、このレールにはですね、レールカバー左右に2枚ついております。はい、でですね、まあ、最大の特徴なんですけど、またこれ JG さんの AK なんで、発射に合わせてですね、ブローバック機能が搭載されておりますので、このホッキングハンドルが連動して動くようになっています。ね、はい、で、その次いきます。まずサイドですね、まあ、もう、トップレールがついているのでね、不要なんですけど、サイドにも一応はトップレールをつけるレールがついております。はい、で、ですね、こちらのトップレールですけども、実習通りですね、こういうふうにライブで動かすことができます。で、トップカバーを外すとこうなってます。でですね、この AK ですね、バッテリーはこちらではなくストックに入れるタイプになるので、通常はですね、これを外す必要は全くないと思います。このヒューズですか、ヒューズが切れた場合とかしか、まあ、この何ていうかな、このカバーをこうやって外す必要はないと思います。はい、で、ですね、マガジンは先ほども説明しましたけども、ワッフルタイプの600レンズで、グリップは総タイプですね。で、後ろの方ですね、これも特徴的なんですけども、 M4 のストックパイプがついておりまして、で、後ろにはボルターのモッドストックタイプがついております。で、まあ、このストックパイプの基部ですけども、この水ベルアダプターですね、これを取り付けるホールが左右についております。はい、で、それでは、まあ、ちょっと今日は短めなんですけど、こちらの説明を終わりたいと思います。あとですね、そのこっちにちょっと残念な刻印が入ってるんですけども、こちら、掘ってあるわけじゃなくてプリントなのでね、塗装して消したりとかすることも可能ではないのかなと思っております。はい、それでは説明を終わりたいと思います。